ーションです。注意するんですけどね、もうちょっとブラインドしてくれるといいんですよね。そうですね、ここまでジャンプ成功させています。信じられないことが起きましたね。そう、本当にこれはね、どうしたのかなっていうのと、やはり真ん中のちょっとザクザクっとしたところに完全にエッジの輪っていうんですか、はい、前の人、まあ、誰のか分かりませんけど、その中に完全にはまっちゃったんですよね、ええ、で、キャラン先生とサイドで見てて、はい、はまってエッジのところにはまってしまったのか、それともスパンコールなのか、こうスッと行きましたね。どっちだかちょっと私たちもあの時分からなかったんですけど、はい、彼女ね、腕が外れちゃったんですよ。それで今肩を押さえて、いや、それで、ね、スピンしてる間にもう一回肩入れてるんです。で、靴も金色と銀色の靴履いてるでしょ。で、ね、これはですね、キャラン先生がやはりかなり練習をさせるので、はい、足が痛くなったことないんですね、彼女の場合はね、はい、もう靴ずれなんて。で、片っぽの足、靴ずれが右足できちゃったんですよ。それで古い靴を日本から送ってもらって、ええ、で、シロさん、別々でもいいですかとか、いいよ、いい、別々でもいいって、あなたが楽な方がいいでしょって。それはね、で、そして、金と銀でもいいですかって言ったら、できれば金と銀取れるといいけどねとか言いながら、変えてもいいって言って、それで金と銀の靴を。そうなんですか。ですから、ほら、完全にここの中に入って、自分でも、もう本当にやりようがなかったって言ってましたね。なるほどね。ここです。この中に、ね、ほら、ね、この中に入っちゃったんですよ。そうですね。ですから、本当でしたら、これを入ってしまったっていうので、レフリーのとこに行って、ええ、それが認めてもらえるのか、もらえないのかっていうクエスチョンも私たちの中にあったんですよ。なるほど。で、ただ印象が悪くなると採点競技ですから、その辺のもうすごい深いキャラハンとの間にせめぎ合いがあります。あ、そうだったんですか、うん、ただチームリーダーとしては言え、もし言ってやり直せてくだされば、あそこからあって、まあ、残ったっていう部分もあるんですかね。なるほどね。
ただもしスパンコールであればね、完全に大丈夫、もう一度やり直しができるけど、わだちにはまったとしたらはどうかなっていう部分はありますよね。ただね、キャラハン先生はあれだけの、まあ、ちょっと曲が音が低かったですけど、あれだけできたっていうのはやっぱり素晴らしいって言ってましたね。会場の受けも良かったですね。すごかったですよ、拍手がね、でエレメンツの得点が出ました。下が 4.2、 上が 5.5 です。 0.6 引かれちゃうでしょ、そしてプレゼンテーション4点台は1つだけ、上は 5.7 まで出ました。